フリー乗降区間が示された路線図フリー乗降制とはバス停留所以外でも路線上の任意の位置でバスに乗降できる制度自由乗降制とも呼ばれており対象区間をフリー乗降区間や自由乗降区間と称するまたフリー乗降制を行っているバスのことをフリーバスと呼ぶ事業者もある正面方向幕の隣にヘイルライド ステッカーを掲出した英国デボンのバス乗車時には、バスに向かって手を挙げるなどして運転手に合図する。降車時は、停車位置の50メートル手前までに、押しボタンや口頭で運転手、乗務員に停車場所を申し出る。ただし、道路交通法により、中停車が禁止されている場所や、停車すると危険な場所では乗降できない。運賃は均一性の場合を除き、 一般に乗降した区間の外側にある資金停留所を基準として適用する。フリー乗降区間で後続車との接触事故を避けるために事業者は路上や車体に停留所以外でも停車することがある旨の掲示をして注意を促している。また、見通しの悪い区間を運行する場合には車外スピーカーから音楽を流してバスの接近を知らせることもある。 事業者や路線によっては、校舎は路線上の任意の場所で取り扱うが、乗車は停留所でしか取り扱わない場合もある。これをフリー校舎制という。この制度は日本特有のものではなく、イギリスやオーストラリアにおいても、ヘイル・アンドライドの名で同様のサービスが実施されている。ありがとうございます。